未来のアイドルを目指すべく始動した元気ジャニーズ予備校。これまで数々の試練を乗り越え、第1次、第2次と選考され残った14人のメンバーたち。そして今回、今まで彼らが見せてくれたダンス演技能力に加え、前回番組で募集した人気投票結果をもとに、いよいよこれからスマップのバックダンサーなどで活躍していけるメンバーを最終選考することになった。どうもこんにちは。さあ平君、はい、やっていける自信は？やっていける自信、いや、あります。もう気合い入れて、はい。レイ君は夏休みどう過ごしてましたか？忘れて楽しく過ごしてました。一番心に残っているのは何でしょう？金さんと運ばれた時ですね。運ばれた時？潰されそうで怖い。どんな気持ちでしたか？恥ずかしかった。苦しかったことは？遠山の金さんで、見ての通り腕が出ませんかったでしょう。金さんの桜吹雪に仕方今日結果が出るわけですが、もし、やっぱドクドクです。いよいよメンバーたちはそれぞれの思いを胸に選考発表の会場へと向かう。会場ではその結果を見守ろうと全国から大勢のファンとその家族たちが詰めかけ、緊張の一瞬を迎える彼らに熱い声援を送る。さあ、それではお待たせいたしました、ジャニーズ予備校のメンバー登場です。ここでジャニーズ予備校をいち早く卒業し、他のみんなに先駆けデビューを果たしたメンバーを紹介。この元気が出るテレビジャニーズ予備校から早くもデビューが決定した人がおります。ご紹介しましょう、どうぞ。ジャニーズ予備校1期生の岡田純一君、そのルックスとセンス、将来的なスター性が買われ、ジャニーズの中で一番新しい6人グループ V6 の一人として念願のデビューを果たすことになりました。僕たちの仲間として良きパートナーとして岡田君を選んだわけなんですけど、あんたたちが選んだんですか？いや、そういうことにしておいてください。さあ、それじゃあ一足早くねデビューを決めました岡田君から、他の予備校生のメンバーに一言ご挨拶しておきましょうか。はい、はい、僕は森田君や三宅君に習って、頑張っていくので、皆さんも頑張ってください。ちょっと悔しかったりする？ちょっと、ね、すごい悔しいです。いやけどさすがですね。おお、今回合格発表にあたっての選考基準は、今まで見せてくれたダンス、演技能力、そしてこれから発表する視聴者からの人気投票が大きな役割を果たす。それではカウントします。 3、2、1、いるのが平君。平君、はい。あ、嬉しいです。嬉しいね。人気投票の結果発表も終わり、いよいよ最終合格者発表の時が来た。メンバーは視聴者から送られた応援メッセージをしっかりと心に刻み、明日のアイドルの架け橋となる封筒を手渡された。果たして何人が合格するのか。ここまで来たらなんかだんだん緊張してきて。緊張してるね。さあ、それでは平君の封筒の中身を見てみましょう。どうぞ。合格です。いや、もう嬉しいしかないです、ね。まあ、頑張っていくんでよろしくお願いします。お母さん、何
残念でした。でもまあ明日からまた普段の生活に戻りましょう。これから頑張りますのでよろしくお願いします。はい。あんないっぱいもらったのにありがとうございました。はい、どうしますかこの後。あと諦めます。諦めますか。白でした。これからどうしましょう。いろんなところのオーディションを受けるんで、うん、これからも頑張っていきたいと思います。あ、いろんなチャンス他にもありますからね、芸能界の道はね。ご気分は。何とも言えません。ありがとうございました。これからも頑張るのでよろしくお願いします。はい、さあということでこの3人がプロへの道を歩み出します。記念にみんなで練習したダンスを最後に踊っていただきましょう。憧れのジャニーズを夢見てスタートした元気ジャニーズ予備校、幾多の試練、厳しいレッスンを乗り越え、明日のアイドルに青春をかけた14人のメンバーたち。今回の最終セレクションを終え、3人の合格者がジャニーズへの新たなる一歩を踏み出すこととなった。3人の夢はまだまだ始まったばかり。これからも頑張っていきますので、よろしくお願いします。